展開としたらね、ある意味決定機っていうより絶対決めなきゃいけない2点目のシーンがあったんですよ。まあ木村雄大はシュートの練習しなきゃいけないです、はっきり言って。ですけども、それが入らなかった時に、まあ誰もしもが天を仰ぐような失点したっていうシーンがあったわけですよね。であそこで千田海人と、尾長聖がまあひょっとしたら難しいかもしれないと思いながら全速力で帰ってスライディングをして、で聖の足に当てた、まああれこそが我々のリカバリーパワーで、まあああいうことがあって最後ダメ押しの2点目があって勝てたっていうのはすごく大きなことだなというふうに思います。まあなんだろうな、我々のこうリカバリーパワーっていうのは、まあ、ミスした本人が一生懸命やるじゃなくて本当のアクシデントなんですよね、あのシーンっていうのは。でセンターバックと、入れ替わって本当にキーパーも抜かれた状態の中で、諦めずにこう戻ってコースにスライディングした選手が2人いて、まあ我々のチームらしいリカバリーパワーを発揮した上で勝てたっていうのが理想的であって、まあアディショナルタイムのユアンのゴールっていうのはご褒美、ある意味それがこうそれこそ悔しい思いをしている綱島と、今年苦しい中で自分が試合に出れるピッチに立てる距離感が全くわからない中でやり続けたユアンのへのご褒美だと思います。チームトータルとしてはやっぱり聖のあのスライディングのあのシーンを踏まえて勝てたってことがすごく大事なことかなというふうに思います。まあもちろんその選手の疲弊具合を、どう把握するかっていうのは、まあ、スタッフワークとして大事になるので、それはメディカル含めて、選手とコミュニケーションを取りながら、まあスプリントの数であったりインテンシティの高さがどれぐらいの本人の中でどれぐらい出し切れているのかっていうのは試合中の中で、把握していくっていうのはこれから必要になってくると思いますけども、まあ大事なのは、先発で出た選手がとにかく出し切ることと受けた選手が、まあ、バージョンアップするようなというかチームの背中を押せるような働きをするっていうのはこれはもう気候に関わらずなので、まあ、そこはこのチームが大事にしているところでもあるので、暑くなってくるとより、良いバトンの受け渡しっていうのが勝ち点につながっていくと思うんでね、我々にとってはプラスに働いてくれるといいなというふうに思ってます。実はマテウスは時間、僕らは時間稼ぎだけはしないっていうふうに言ってるんですよね。で時間稼ぎをするんだりはそれはプレーの中ですると、例えばコーナーフラッグあたりでボールを回すのはこれはフットボールなので全く問題ないんですけど、まあ痛がったりとか、ことさらにこうプレーをしないということで時間を稼ぐことはしないっていうのがこのチームのスタンスなんですけども、実はあのシーンは、蹴るふりをして、右サイドにボールを出そうとしてるんですよ。で、我々の右のサイドバックはもう終盤は、まあ、ウィングバックになってましたけど、深澤大輝がいたんですけど、彼はもらおうとしたんですけど、実はその一番後ろにタッチラインを踏んだ状態で相手のウィングがいたんですよ。でそれをは普通だったらこう守るんだけども、まあ攻めるつもりでおそらくこう深澤大輝のこう背中に隠れてっていうか、まあタッチラインの外にいるぐらいの感じでいたんですよね。でそれを見てやめたんですよマテウスは。でそれで時間稼ぎだというふうに受け取られたと思うんです。まあその前に大きいボールを蹴らずに一回助走したので、それでやっぱり深澤大輝に出そうとしていることに気がついてやめた
ので、それが時間稼ぎと取られたっていう意味では、意図した時間稼ぎではないと思います。で、まあ、正志岩の特定に関しては、あのシーンだけじゃなくて、それまでの、綱島のハードワークの賜物だなというふうに思います。彼が前線で体を張って、競る、キープする、ボールを追うというところで、チームがこうラインが下がらずに済んでいたところで、最後大きいボール、ロングボールを綱島が競ってスクランブルな状態にしてくれたっていう意味では、まあ、彼が前線に入ってから の後ろの選手というのは相当助かったと思いますし、まあ、あれは綱島と正志の2人のゴールだなというふうに思ってます。まあ、最後掘り込んでくると思ったので、アディショナルタイムに入れば、5バックっていうのはこのチームの選択肢としては持っていましたし、トレーニングでは準備してきたんですけど、あまりそれをこう発動する機会がなかったんですね、今まで。なんですけども、最後5バックにしてしっかり勝ち切るっていう経験を得ることはこのチームにとって大事なので、でも5バックにしたからってラインを下げるわけではないと。まあ、ただちょっとボランチが下がりすぎると思います、正直。そこは綱島が一人で奮闘したけれども、綱島の横を相手のセンターバックがドリブルで抜けていくのに対するアプローチは遅かったんで、そうは言ってもちょっと中盤が下がりすぎたなっていう反省はありますけども、まあ、5バックにして危ないシーンというのはほとんどなかったので、まあ、最後そういう形で守りきるっていう形もあるっていうことを、まあ、一つ、結果として残せたのはね、彼らにとっても良かったかなと思います。まあ、まずは、まあ、センターバックの、千田海斗と林直樹のところですね、ここのコミュニケーションが、非常に密に行われているということで、まあ、各々がこう何て言うかな、補完し合うというか、まあ、自分たちがやれることと、まあ、やれないことっていう言い方が正しいとは思わないですけど、やれることをしっかり認識して、お互いやれることを全て出し尽くした中でお互い補完し合うというような関係が、最終ラインで非常に今できてきてるなというふうに思います。ひょっとしたらメンバーが全く変わらなかったら、こういう関係性、まあ、新たなというわけじゃないんですけども、メンバーが変わったから守備力が落ちたって言われたくないという思いも踏まえ、コミュニケーション力が上がったと思うんですよね、双方。なのでこれはメンバーが育ってきたとしても、このポジティブな面は続けていきたいなと思います。全部試合を見たわけじゃないですけど、まあ、彼のゴールは見ました。やはりこう一振りをする時間を与えてくれれば、まあ、彼の一振りっていうのは本当に大きな武器になるなと。それは日本にとっても、もちろん我々ベルディにとっても、その思いを新たにさせてくれましたし、まあ、それはどんどん磨いていってほしいなと。ストロングを磨くことがさらに彼が目指しているものに近づいていくと思うので、それはどんどんやっていってほしいなというふうに思います。まあ、もう一つは、だからといって、まあ、彼が、コンディションが万全の状態じゃない中で、まあ、このチームの中ですぐ指定席があるかというと、それは彼がベストな状況でベストなメンタリティで、ファイティングポーズを取った時に初めて、そこの、まあ、競争の一人となりうるというふうに思っているので、まずは、まあ、移動もあって時差もあって大変でしょうけども、まあ、しっかりコンディションを戻してほしいなと思います。
思い出ですか。あのゴールデンウィークの思い出で言うと、現場をやってない時にはゴールデンウィークっていうものがあるんだっていうふうに思うわけですよね。で現場を やってれば、まあ、ゴールデンウィークって一番忙しいじゃないですか。なので、ゴールデンウィークを感じないっていうことがいかに幸せかっていうことは感じますね。ゴールデンウィークの存在を強く認識するときっていうのはそういうときなんで、まあ混雑した中移動もあって大変だなと思えてるっていうのはすごく幸せなことだなというふうに思います。まあ平川麗選手が入って、よりこうボールの保持という面で安定したと思うんですね。なのでポジションを変えることができると、ボールを持ちながらポジションを変えていくことができる余裕ができているというのと、マテス・ペイショットの存在があるからこそ、ジャーメインが、一番前にいるだけではなくて、かなり、自由に動いけるんですよね。であるからゆえに、彼が2列目からこうゴール前に飛び込んでくるのはなかなか掴みづらいという状況だと思うんで、まあ、彼があれだけ点を取ってるっていうのは、これはフロックでは絶対点を取れないので、まあ、オン・ザ・ボールのところだけではなくてオフ・ザ・ボールの動き出しのスタートのところが非常に掴みづらいところから入ってくるので、これは我々としてはしっかり全員が注意しなきゃいけないなというふうに思います。まあ我々は、まあ傾向として例えばサイドバックがこれぐらい上がるよとか、中に入るよとか、サイドハーフのポジションがこういうところに取りがちだよっていうのは情報としては言いますけども、だからこのシチュエーションでは絶対絞れとか、このシチュエーションでは絶対マークつけとかっていうのは、これサッカーは言えないじゃないですか。なぜならば同じ場面が二度とないので、そういう繰り返しの中で選手が個別に判断 していかなきゃいけないので、我々がいつも準備しているのは、まあ、自分たちのベーシックなものがあって、 そこの基準に照らしたときに今のこのカオスな状況をどういうふうに対処するんだっていうのは、我々が積み上げてきた、まあ、シェイプとか、ボールアタックとかボールへの寄せとか、ラインの取り方とかっていうのを、まあ、自分たちのその基準に照らしてどう対処するかっていうのは、それがその選手がサイドバックであろうがサイドハーフであろうがボランチであろうが、そこのポジションにそういう選手が出てきたときに、ボールにプレッシャーかかったときにかかってないときに、どういうふうに対処するんだっていうのは、この原則は変わらないので、あまりなんていうかな、まあ、相手のこうポジションがの可変に対しては神経質になることなく、まあ、これまでも対応してきましたし、この前の昨日の試合も我々の右サイドのところが少し、まあ、ちょっと対応に苦慮したんですけども、後半そこをハーフタイムで整理をして、出ていった時にはほぼほぼ問題がなかったので、まあ、みんなおのおの自分たちがどういうサッカーをベースとして持ってるんだっていうのを理解しているので、そこからの逆算で対応するっていう意味では、そこまで神経質にはなってないです。こうやはり経験のある選手っていうのは、おそらく瞬時の判断っていうのが、これまでの経験則の中で100分の1秒で、どうやる、どう動くべきだ、どう対応するべきだっていうのをこう、まあ、計算式を出せるというか、アクションを起こせる、そういう選手だと思うんですよね。で、まあ、たくさんの経験をしてきて、おそらくはもっとしびれるような試合もやってきたがゆえに、落ち着きもあるんだと思うんですよね。周りから見たら時間のないような状況で、危機的な状況でも、
彼からすると意外と落ち着いた状態で判断できてるんじゃないかなと、まあ、そこが経験のなせる技かなというふうに思いますし、まあ、それによっておそらくディフェンス陣もこう落ち着きを取り戻せるというような状況もあるでしょうから、まあ、ジュビロにとってはものすごくいい補強をしたんだろうなというふうに思ってます。そうですね、まあ、もちろんホームで勝ちたいって思いはみんな持ってますし、去年はもう実はホームでなかなか勝たずに苦しんだんですけども、まあ本当に終盤になってようやくホームで勝ち始めたっていうような状況だったので、まあ我々ヴェルディとホームの勝率っていうのを上げていくっていうのがイコール、まあ、このチームの順位を上げていくことにもなり、もちろん集客にもつながるでしょうし、クラブの力をつけていくっていうことの背中を押せることにもなるので、まあ、ホームで勝ちたいと思いは本当に強いです、まあ、では何をやるかっていうと、まあ、特別なことというよりは自分たちがやってきた準備のところ、でまあ選手を成長させて、今現在のベストと思える選手を送り出していくということを、まあ、しっかりと目指すものをみんなが共有して戦うということ、これをぶらさずにやることのみなので、まあ、ぶれずにやり続けることが大事だと思っています、まあ、特にホームで勝ててないというのは本当に僕らもこの前も最後に余力が映えそうな状況でこうゴールが決まらなかったりして、ちょっと残念な思いをさせているので、なんとか、まあクラブのフロントスタッフもね、手を尽くしてこう集客してくれている中で来てよかったなっていうふうに思える、そういう試合をすることが一番の、まあクラブがこう規模を大きくしていく上で、そういうこうホームに行ったら勝つ試合が見えるっていうようなサイクルを作ることっていうのはすごく大事なことだと思ってるので、まあそこへの思いは本当に強いです。で、まあ自分たちが、なんだろうな、こうヴェルディとしてこう16年ぶりに試合をJ1 でやらせてもらえて、ヴェルディのファンとして来てくれてる方もまあ久しぶりなわけですよね。その例えばこの前では柏とやるの試合を見るの久しぶりだなとか、そういうサイクルになるわけじゃないですか。まあ岩田はね、去年一緒にやってたんでそういう感触はないけども、他のクラブはどことやってもヴェルディがこのチームとやるのって本当に久しぶりだなっていう思いで来てくれてるうちに、すごくいい思いをして帰ってほしいなと。そうすることによってその時だけ久しぶり感があって来てくれるだけで終わるんじゃなくて、また来たいなっていうのを思ってもらえると思うんで、この対戦カード久しぶりだっていうふうに僕はボーナスだって言ってるんですけど、そういうふうに思って来てくださる方が来てよかったと思える試合っていうのはやりたい。